今日初めて東大の駒、うんはい、実はあれ東大駒場ってなんとなくいつもこう、うん、いつもというか時々見に行くけども、うん、実は来たの初めてでした、はい、ですごい素敵なところで、であの藤井総長の藤井先生 の、まあ、あの総長になる前の、生産研のこう建物、うん、新しくなったものも今日拝見して、うんまあ、まずあの、水中海中ロボットとか、うんはい、もう、はい、あのそしてあのモナカっていう南極に行って帰ってきたばっかりのものとか、うん、それを実験する装置のラボで、まあ、デザインラボのあとあの試作工場とかね、はい、あの見せていただいて、で改めてあの藤井先生の藤井総長のこう、まあ、今日はここの母体だったと思うんですけども、うん、藤井先生の一番最初の研究のは何がきっかけだったかちょっと教えていただいていいですか。もともとはこれ前お話ししたかもしれないですけども、もともとやっぱりあのアポロの月着陸を見て、うんねはい、でどう思ったかっていうと、あの月ってどうなっててるのか分かって素晴らしいっていう方もまあ多分いると思うんですけど、まあ、僕はなんとなくこれができちゃうのがすごいなと思ったんです。月に行けちゃうのか、行けちゃうのか、それがこう、まあ、人類がこの技術を開発してこれができちゃったのはすごいなと思ったんです、ね。まあ、そういうなんていうかできなかったことをこうできるようにすることがしたいなと思っていたので、僕もこう、まあ、その話、ね、前藤井さんと話してて、きっと多くの世界中の人たちは月にアポロが行った時にもうすぐ驚いて、人間が月に立ったすごいと思って、でその時にきっと海の中も当然人間は月まで知ってるんだから海の中も知ってて当たり前なんだろうっていうふうに思ってたと思うんですよ。全くこうなんでそんなとこもう水深何メートル何百メートル、何百メートルって地上で行ったらなんか見えるねだけども、水深になるともう、まあ、全然見えないですね。見えないし、もうとんでもないこう月以上に、月は望遠鏡で見えるけども、見えない未知な世界ですよね。そうですね。なんか今日あの見たあのエクスプライズのっていうあの海底のマッピングをするまあコンペティションがあったわけですけど、あれも月の表面ってもう全部は取れてるんですよ、データが、高精細画像が取れてるんですけど、地球の表面って高精細の地形は今やっと 20% ぐらい、 20% しか見えていない、からしか分からなかったです、ね、まだ海の中 80% 見えてない、分かってない、取れてない、そんな感じなんです、でそこにもう本当、じゃあアームストロング船長のように俺は行くぞと、まあまあ俺は行くぞっていうか、それがを知ることができる、そうそう、その技術を作りたい、でそれがいろんなところでこう本当今のデバイス、その、マイクロ流体デバイスにもつながっていくわけですよね。それで理化学研究所にあの職を得ることになるんですね。まあ、MEMS っていうんですけど、マイクロエレクトロメカニカルシステムっていうんですけど、でその MEMS のプロジェクトが始まっていたんだけども、ただいろいろ考えていくと、ものすごく小さな機械を作ってもなかなかあの大きな仕事をするのが難しいなと思って、それでむしろケミカルなものとか、それからバイオロジカルなものを直接扱った方が、まあお薬とか、まあこう効き目がこう、まあ、大きなこう効果が得られますよね、というふうに考え出しているうちに、じゃあこの動く方を作るというよりは入れ物の方を作って、入れ物をこう小さい入れ物を作って、その小さい入れ物の中でいろんな、まあ、その化学反応とかそういうものをやったら面白いんじゃないかというふうにこう発想がだんだんこう転換していって、それでそのまあある意味試験管をどん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 小さくしていった、いったら、例えばそこでこうタンパク質が作れたらなんか細胞みたいなものが作れるわけじゃないですか、そう今こういうに一応それを持ってデバイスを持ってきてるんですけど、なんかお見合いかと思いましたいや、ね、羊羹でも入ってるのかと思いました。いや本当ねそう、これがね、海とのつながりでいうと、これが例えば、これは PCR、PCR をやるデバイスなんですね。PCR をやる、いわゆる今の皆さんコロナで
PCR やるじゃないですか。 PCR、 そう PCR 検査、はい、検査をやる、うん、でこれはだけどかあの海の底で海水を吸い込んで、うん、海水の中にいる微生物が持っている遺伝子を見るためのデバイスなんですけども、ちょっとすごいこう単純、うん、いやデバイスっていうマイクロのこういろんなこう回路があるとか、そうですね、でこれ今ここにこう見えているのは、はい、これが大体髪の毛の太さぐらいの流路になってますね、うん、そんなことを、まあ、で海だけじゃなくて普通の、まあ、いわゆる医療用の診断にも使えるし、うん、あとこれは例えばこれはですね、これのがいいか、これは実は、まあ、あの見やすいようにこう、うん、あのカラーで流し込んであるんですけど、これはここにこう腸の小腸の細胞を培養して、うん、で、肝臓の細胞を培養して、うん、ここに例えばがん細胞を入れておいて、うん、そうすると薬をこう飲むと、うん、小腸から吸収されて、うん、でそれが肝臓に行ってこう、うん、まあ、あの代謝されて、うん、それで薬として効く状態になるんですね、うんうん、なぜ今までなかったってぐらいなんかすごく素人的にも分かりやすいですよね、うん、そうですね、そうだから動物実験をやめようっていうのは例えば欧州とかでは、まあ、そうなってるわけですけど、うん、そうするとみんなこういうのでチェックしよう、そうですよね、人間なんか全部そういう細胞とかなんかでできてるんですもんね、うん、そうなんです、うん、そう、まあ、まあ全てを再現はまだできてないと思いますけど、まあ、そういう技術として、うんうん、そこが面白いですよね、うんうん、このためにこれだけを作ったんじゃなくて、うん、違う効果がどんどんあれにも使えるこれにも使えるっていう風になっていくっていう、うん、そうですね、うん、まあ、でもある意味そこはこうそういう微細な微細加工技術と、うん、その液体を扱うとか、まあ、そういう分子とか細胞を扱うっていうのは組み合わせてこう、うん、まあ、ある意味すごく広がりがありそうだなっていうのはね、うん、まあ、感覚的にはあったんですけどね、うんうん、あの藤井先生 の、 こう、うん、あの記事の中でいわゆるビッグデータがね、うん、まあ、まああんまり頼るなと、うん、まあ、ビッグデータってまあ平均値だったりするし、うん、じゃあそうじゃなくって、まあ、一人一人のこういう個性細胞のいろんな違い、はいはい、うん、っていうものをにやっぱりこうもうちょっと意識持っていかないと、まあ、今とかくビッグデータ割とこう、うん、はいはい、行きがちじゃないですか、うんうん、その辺のお話ちょっとしていきたい。そうですね、はい、僕が思ったのは、うん、まあ、このデザインラボもそうなんですけども、うん、まあ、いろんな人でがとこう話し合いながらこうものを作っていくとやっぱりインプットがものすごく、うん、まあ、多様なインプットがこう得られるんですよね。でそれってビッグデータはものすごい大規模なデータ集められるけども、でもやっぱりこう個々人が見てきたものとか感じているものって何て言うんですかね、特定のこうディメンジョンだけのことじゃないから情報量ものすごくやっぱ多いですね。だから人が集まって何かを生み出すっていう方が、でそこにこういろんなまあ種類の人がいるっていうか、うん、それの方が、まあ、ビッグデータで何かをこう、まあ、あらかじめ何か決めたねデータ項目を見てやるよりも、まあ、よりその多様な何て言うんですかアウトプットが生み出せるんじゃないかなっていうのはあるんですよね、うんうん、よりまあ違う人たちと出会うみたいなのがこう大切だっていう話もあります。そうですよね、うんうん、そう、それによってこうなんていうかその組み合わせっていうのはまあ他にない組み合わせだから、うん、まあ、そこからこう生み出される新しいものっていうのが、うん、まあ、必ずあるじゃないですか、うんうん、やっぱり生身のっていうかこう人と直接、ね、関わるっていうのはやっぱり違いますよね。でその方が情報量がまあやっぱ多いと思うんで、うんうん、むしろそこを大事にした方がいいんじゃないかっていう。それとこうまあ、今世の中が求めている、まあ、多様性とか、うん、全てに対してのこう、まあ、受け入れるというか、うん、価値を認め合うというようなものと、もう、まあ、それが課題だとしたらそれを解決する上でやはりこう、まあ、アートとか、うん、その、まあ、今藤井先生の言葉で言ったら一人一人の背景というものに着目するというのは、うん、
とても重要だとですね、ね、うん、で教授が作った作り手も、まあ、あるなんかこうイメージを持って作ってるけど、でも受け取る人たちもそれぞれの、うん、なんていうかな、それぞれのバックグラウンドを持って受け取れるから、うん、でそこでこう、まあ、対話がこう生まれると、うん、そこからこうまた新しい、うん、まあ、発想が出てきたり、うん、まあ、絵に限らず表現しようという気持ちになるんだろうかというふうに考えると、地球上に一人しかいなかったら、まあ、絵を描きたいとか表現したいという気持ちにならない、うん、けれどももう一人、もう一人自分じゃないもう一人いたら、なんかこうギャップがあるからなんか流れ始めるんで、うん、ちょっとした落差があるとシュッとこう、うん、なんかなんだろうなっていうのがこうスッと流れ始める時に作りたいとかっていうのが出てくるんだろうなっていうふうに考えると、なのでものづくりっていうのはこう一人じゃ成り立たなくって、ここがないときっとありえないんだろうなっていう、でそこの喜びってすごくあるので、なのでやっぱり作るだけじゃなくてこう伝えるとか、なんか作るきっかけがなんかここがあってからなんか作りたくなるとかっていう、そこはまあ今藤井先生の話聞いてると、なんかあのちょっとそんな思いましたけどね。だからやっぱり研究もこの技術工学の研究もやっぱりそれやっぱ研究して何か新しく何かができるようになったとか、新しく分かったことがあった、それをやっぱりなんかこう伝えたいっていう、そこにやっぱり行きますからね。で伝えることによってまた新しい次のこうステップが見えてくるみたいなのがあるんで、そうやっぱりそうですよね。なんかこう、まあ、ある意味発表の場がっていうか、人にこう伝えていきたいっていうのが一つ大きいモチベーションにあるんですよね。だまあ今もこうやって話を、互いのこう気持ちを探りながら、はい、きっとこういうことかな、はいはい、こういうことをちょっと伝えたいなとか、なんか、まあ、このコミュニケーション、これも一つの表現です。そうですね、まあ、こうやってまた見てる人も、またいるし、こう、ね、頭の中にこういうことだよねっていう、なんかそういうものがこう共有できるっていうのが、まあ、多分人のね、一つこう大事な部分なんだろうと思うんですよね。でそれをこういろいろ話をしてこう対話をしながら、まあ、お互いにそれこそ探っていくっていうか、ということだと思うんですよ ね。でやっぱ究極のなかなか分かりえない宇宙的な世界観っていうと他者ってなるじゃないですか。それは何考えてるのかなとかさ、もうここになんかいろいろ見ても、みんな何考えてるのかなとかっていう、でもすごく興味があるし、分かりえないし、もっと言えば自分でさえもやっぱりそこ、それをこうなんていうんですかね、まあ、他者も含めて、自分も含めて、そういうものをこうやっぱりこう外部化するっていうか、ね、こう形にして、他の人にも伝わるし、まあ、自分もこういうことだったかみたいなことにもなるわけじゃないですかね。だからそれはね、研究の日割とそういうところはあると思いますけど、じゃあぜひ生産研でちょっと芸大も、そうですね、ぜひ人間をちょっと深く探っていくデバイスを、そうですね、ちゃんと、なんかぜひ、一緒に何かできれば、と思ってますね。今日は、ありがとうございました。で、藤井先生、次はぜひ上野の芸大に、そうですね、来ていただいて、ぜひ、お伺いしたいと思います。ぜひいろいろここと比べるとまた、まあそれなりに芸大も魅力的なところがたくさんありますので、ぜひ、それを楽しみお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。